待たせたな、乗客の諸君。3人の開拓者の協力によって列海の活動は最小限まで抑えられ、正規の各パラメータも正常値に戻った。列車は間もなく運転を再開し、ヤリイロ6を離れる。ちゃんと座ってこの星にさよならを言うのじゃぞ。元凶。はい、将軍様。この後、かの者をちゃんと見張っておく。は。私を覚えているか。ああ。人は五人、代価は三つ。ケイメン、その中の一つは貴様じゃない。人は五人。少し待て。今行く。ほら、言ったでしょ、絶対にまだ寝てるって。うちら列車に乗ってる人って何日も寝なくて平気だけど、一旦寝たら今までの分を取り戻す勢いで寝ちゃうんだよね。あんたもいずれこのスキルを身につけると思うよ。さ、廊下で時間を潰すのは終わり。車掌さんからの伝言、航路会議がもうすぐ始まるから、いつもの場所に遅れずに行ったってさ。うちらは先に行こう。あ、そうだ、潔く負けを認めてね。今週の洗い物はあんたの担当だから。おはよう。時間通りね。あら、いいわね。こんな丁寧な挨拶は久しぶりだわ。ヤリイロ6での開拓は一段落したわ。請求列車もそろそろ次の星に向かう時よ。秘密よ。楽しみは後に取っておくものでしょ。会議で正式に発表するから楽しみにしておいてね。もう少し待ってちょうだい。会議はもうすぐよ。各員、跳躍航路会議を始めるぞ。まずは今回の駅の問題を見事に解決し、列車が再び進めるようにしてくれた皆に感謝じゃ。うちらのおかげだね。続いて次の駅の名前を発表するぞ。お久しぶりね、請求列車の皆さん。私よ、バッカ、うん、あら、いいタイミング。皆さん勢ぞろいだなんて。魅力的な自己紹介は不要よ、性格ハンターさん。姫子でしょ。パーティーの邪魔をしてごめんなさい。でも私の要求を聞いたら理解してくれるはずよ。目的地を変更してちょうだい。性格ハンター、あんたを見たことがあるわ。カンパニーの指名手配書でね。天文学的な数字の懸賞金だった。それに生死は問わないとも書かれていたわ。あんたは自分にかけられた懸賞金の額を知っているかしら。あまり興味はないわ。カンパニーから懸賞金をかけられるのはむしろ称賛されるべきことよ。数字が大きければ大きいほど評価されているということだからね。指名手配犯ってポジティブなんだね。だったらヘルタもあんたを称賛していたわ。
運命が見えると自称する狂人が命知らずな人たちを引き連れて宇宙で最も危険なものを追っているってね。ヘルタはめったに人を褒めないのよ。宇宙で最も危険なものを追っているね。その点においては君たち列車も私たちと同じ穴の無人だと思うけど。来る場所を間違えたわね、カフカ。私たちはあんたの願いを聞き入れるつもりはないし、性格ハンターと関係を持つつもりもない。ラフを知っているかしら。戦州同盟の6層のうちの一つ、戦州ラフ、もちろん知っている。でも君たちは知らないでしょう。その戦州が今君たちのすぐ近くまで来ていて、2回の跳躍でたどり着ける距離にあるってこと。それにシステム時間における45時間前、一つの性格がラフで暴発した。不慮の災難でね。そう思うでしょ。性格ハンター、何を企んでいる。戦州同盟は俺たちとは違う。遵守に目をつけられたらお前たちはもうハンターではなく獲物となり、同盟に宇宙の果てまで追われることになるぞ。言いたいことがあるのならはっきり言いなさい、カフカ。簡単に言えば、その性格は私たちと無関係なのに、先週は責任を性格ハンターに押し付けたのよ。私の仲間のジンが運気軍に連れて行かれた。私は彼を連れ戻し、性格による危機を排除して疑いを晴らす必要がある。あんたたちが無関係？そんなの誰が信じるの？性格が暴発してすぐにあんたが現れた。偶然にしてはできすぎでしょう。それにあんたたちとうちらには何の交流もない。性格ハンターが潔白かどうかなんてうちらには関係ないもんね。ダメ、絶対に手を貸さない方がいいよ。同盟ってすごいんだから、性格の一個ぐらい処理できるって。うちらは請求列車の乗員で性格封印の専門家じゃないでしょ。確かに関わらないこともできるわ。性格がこの空間を汚染する前に今すぐ跳躍を開始し次の世界へ行くことだってできる。でもこの世紀は再び塞がれるでしょうね。私は君たちの未来がどうなるか教えることができるわ。もし君たちがラフに行かなかったら、性格はやがて戦州全体を汚染し、乗っている人の約半数が死ぬことになる。勇敢な開拓者であり善良な七死人が黙って見ているわけにはいかないでしょ。あんたの仲間ジンと言ったわね。彼も死から逃れられないのかしら。それに関しては教えられないわね。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。全く異なる目的を持っているように見えても、軍政はやがてその軌道を交差させるものよ。ではさようなら。美月ちゃん、タンクを呼んできてちょうだい。部屋から出てきたよ。さっき起こったことをちょうど説明してたんだ。後で一緒に反対しよう。うちはあの女の指示なんか聞きたくないもん。大丈夫？タンコ、
美月ちゃんから話は聞いたかしら。問題ない、状況は理解した。よかったわ。じゃあ先ほど起きたことについて今後の方針を投票で決めるとしましょう。性格ハンターによると、先週ラフで性格が暴発し、現在は列車のすぐ近くまで来ていると主張している。ラフに向かえば罪のない人々が犠牲になるのを防ぐことができるわ。でも性格ハンターに騙されていて利用されるだけかもしれない。私もベルトも性格ハンターは嘘をついていると思っているけど、彼女の話を完全に無視することもできない状況よ。そこで選手に向かうかどうかを多数決によって決めることにしたわ。向かうのに賛成の人は手を挙げてちょうだい。3、2、1。4対1、賛成の方が多いわね。選手に向かうことにしましょう。落ち着いて考えたんだけどさ、もしあの人が嘘を言ってなかったら、うちらが先週に行かないと何の罪もない人が犠牲になるってことじゃん。だからわがままは言ってられないかなって その辺にしておいてやれ。ナノカは普段からそうなんだ。俺たちはもう慣れてる。どうする、タンコ。あんたは残る？ああ、今回は遠慮させてもらう。じゃあ今回の開拓の旅はあんたに任せるわね、ベルト。彼と美月ちゃんの面倒をちゃんと見るのよ。ああ、任せてくれ。目標、先週へ出発。まもなく跳躍が始まる。5、4、3、2、1。わあ、これが選手。ヤリ色シックスよりずっと大きい気がする。先週人にとってはこの先週が星だ。陸地は文明の存続と発展に欠かすことのできないゆりかご。だが長らく続く文明は宇宙船で虚空を巡ることもある。それが先週同盟だ。数えるほどしか見たことはないが、今もなお壮麗だな。タンコ、本当に大丈夫なの？なんか寂しそうな顔してるけど。こちら請求列車。繰り返す。こちら請求列車。私たちは泉州の空域に入ったわ。地上、いいえ、甲板への着陸許可が欲しい。ようこラフクッポ船体へ接続完了するまでお待ちください。お待ちください。どうしたの？家に帰ってきた気分にでもなった？どうしたんだ？信号が繰り返されているだけで停泊場所を案内してくれないわ。性格ハンターは嘘を言ってないのかも。本当に泉州で何か起きたんじゃ。誰もいない港に到着した一隻の宇宙船。ホラー映画って大体こうやって始まるよね。変なことを考えるな。お待ちください。お待ちください。まだ自動信号なのか？そうよ、
ずっと繰り返してる。な、繋がったわ。4回、今開けてみます。全州同盟ラフと意表して遠方からのお客様を歓迎します。指示に従って停泊を。あれ、ちゃんとした担当者に繋がった。 いえ、信号が途絶えたわ。向こうは何も言わなかったわね。そろそろ行こう、姫子。列車にいても十分に用意。大丈夫よ。それに炭鉱もいるわ。出発前の準備を忘れずにするのよ。出発する前に今回の旅の目的をはっきりさせておこう。性格ハンターの言うことは信じがたいが、今回の泉州の旅で最も重要なのは、そうだ、性格ハンターには別の意図もあるはずだ。しかし彼らの評判とカフカの言葉を考えると、泉州に性格があるのは間違いないだろう。同盟と列車には交流があるわけじゃない。故に俺たちが歓迎されるとは限らないだろう。だが開拓者は利益を求める集団とは異なる。泉州に少しでも力を貸して問題を解決するまでだ。このことを心に留め、探索、理解、構築、連携を実行しよう。えい、えい、おー。ああ、出発だ。すごい、コンテナだらけで遠くが見えないね。ここって外から来た人が着陸する場所じゃないよね。荷物を下ろすドックかな。誰がここに誘導したんだろう。こんなに広い空港なのに誰もいないのってなんか不気味かも。もうそれ以上言わないで。ホラー映画だったらこのタイミングで現れる人物が黒幕で間違いないよね。ヨウおじちゃん、どうする？玉海門を開けてくれた人を探すことから始めよう。もしその人に何か企みがあるのなら、俺たちの手間が省けたことになる。もしただの担当者だった場合は、ここで何が起こったのかを聞こう。そんなバカなこと言わないで。まだヨウおじちゃんの実力を疑ってるの？行こう。警戒を怠るなよ。あっちこっちに怪我人がいるよ。周囲に残された痕跡からして一般人は殺されていないようだ。泉州は脅威と戦うための兵士だけを残して他の人を空港から避難させたようだ。だがこの侵食を受けたモンスターたちは一体。すみません、お三方、ご助力ください。始めよう。お昼食の時間よ。おやすみ。俺が守る。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。帝雲様、
魔音の実はすでに消えました。しかし付近にはどんな危険が潜んでいるか分かりません。状況は楽観できないかと。早く天白市に戻りましょう。はいはい、分かっていますよ。でも恩人方にまだ感謝を伝えておりません。立ち去るのは失礼じゃないですか。私はラフ天白氏の商談の帝運です。皆様の尊名を聞いてもよろしいでしょうか。尊名ってさすがに大げさでしょう。うちは美月なのか、この人は陽子ちゃんじゃなくてベルト陽さん、それからこっちも。なるほど、お助けいただきありがとうございました。でも聖査会は全面封鎖されているはず。先週のものではない皆様がここで何をされているのですか。納得できる説明がない場合、こちらの怖い運気軍の方々にエスコートされることになりますが。俺たちはずっとこちらの空港に停泊したいと呼びかけていたんだ。最初は何の反応もなかったんだが、突然誰かが玉海門を開けてくれてな。泉州に降り立った後は人を見かけなかったから、誰かいないかとここまで来たところだ。ありえません。私の船が最後に入港した後、玉海門は閉じられ、停泊士は聖査会を完全に封鎖しました。俺は嘘は言っていない。玉海門の開閉記録を確認すればわかるだろう。門を開けた人が何も言わなかったから、俺たちも訳がわからないんだ。皆様は請求列車の？俺たちを知っているのか？もちろん知っています。皆様は訪れる時期を誤りましたね。今泉州では予想外のことが起き、お客様をもてなすことができません。それどころか観光も治療もビジネスも何もできない状況です。安全を考慮して皆様は早急に聖査会の中枢に避難した方がいいでしょう。天白市のトップである玉空様のもとに案内し、判断は彼女に任せようと思います。先週で起きたことについて俺たちも少しは把握している。帝運さん、俺たちは泉州にある性格の封印を手伝うために来たんだ。助けていただいた時から皆様は善人だと思っておりました。しかし私にはどうにもできません。皆様は部外者です。玉空様の許可がない限り誰も好き勝手にはできません。ですが心配なさらないでください。玉空様はお優しい方ですので、ついてきてください。さっきのモンスターたちは？彼らはモンスターじゃない。モンスターではありません。あれは魔音の実です。少し皆様に手伝ってほしいことがあります。え、手伝う？うちはやらないからね。気をつけないとすぐに運気軍のお兄さんがうちらを取り押さえるんでしょ。ああ、さっきのは私の失言です。本気にしないでください。ほら、この先の道が塞がれていますでしょ。おそらく駐屯していた兵士がコンテナを集めてバリケードにしたみたいです。ご冗談を。こんな大きなコンテナ、ここにいる全員で押しても動きませんよ。皆様の力を甘く見ているわけではありません。ただ何かの拍子でぎっくり腰にでもなられたら、悔やんでも悔やみきれませんから。私の記憶が正しければ、気玉棒のコンテナは操作台を使って移動させることができます。皆様が操作台を見つけて操作してくれれば、私たちは先に進めます。どうです？簡単でしょ？
やはりこのような障害、皆様にとってはなんてことはないのですね。ここさえ抜ければ星座界にある船に乗れます。安全な場所に着けばコソコソする必要はなくなりますよ。そういえばあんたいろいろ言ってる割に結局は恩をあだで返してるよね。うちらはあんたを助けたのに、兵を使ってうちらを捕まえてるし、ヨウおじちゃんが交渉上手でよかったよ。それは誤解ですよ。私にはどうしようもないのです。それにあなたが私の立場だったら同じことをしますでしょ。確かにそうかもしれないけどさ、誤解されるのはやっぱり腹が立つよ。任せろ。何見てるの？こんな大きなダイヤモンドあげるね。ふっと、くるくる。パーツアップグレード。君は泉州の天白市に所属している。性格の脅威については知っているはずだ。はい、私はいろんな星に行っているので、性格の侵食による惨状も数多く見てきました。とどまれ。痛い目に遭いたいのか。君らはこの杖と死、君らに選ぶ余地はない。この銀河はあらゆる可能性を受け入れる。パーツアップグレード。
みんな構えるんだ。うちに任せて。パーツアップグレード。これで万全だ。とどまれ。下手に動くな。悪い子ね。おやすみ。ランス戦闘準備で。任せろ。君らはこの杖を知る。君らに選ぶ余地はない。手の施しようがないわね。俺が守る。騒ぎを起こしたくはない。はじめ静止虚実動天元気超無一角。私の綺麗な尻尾が。想定外の出来事の連続ではありましたが、なんと心配しないでください。節都市として精査の操作は必ず身につけなければいけないスキルですので。心配なんてしてなかったけど、彼女の自信満々な姿を見たら逆に不安になってきた。しっかり座っていてくださいね。出発しますよ。手応えがあったな。なかなか面白いな。では、私が天白氏を代表して挨拶させていただきますね。皆様、聖査会へようこそ。ラフ泉州の空域、航行、貿易に関することはすべて六氏からなる天白氏が行っています。さすが、なんちゃら都市。そういう話をしてるとなんだかすごいオーラがあるね。いえいえ、私はここを訪れる商人をお迎えするのが仕事ですから。こういうかしこまった場面では必ず何か言う必要があるんですよ。とにかくここまで来れば安全です。本来なら皆様を案内すべきなのですが、現在は非常時。まずは四神宮に行き、
玉宇様に皆様の来訪を報告します。紫神宮？見えますか？ここで最も高い建物です。あそこが天白氏の本部となります。早速行きましょう。あら、急いでいませんよ。ただ玉宇様に責められたら、私はその責任を負いきれませんから。なんで怖がるの？優しい人だって言ってたよね。六氏に謁見するのなら準備が必要だ。テヨンさん、俺たちに逃げる気はない。先に報告に行ってくれないか。俺たちは後から向かい。わかりました。テイウンさんのペースについていけずに俺が置いていかれるとは。暇な時間が長すぎたせいか。今のうちに一息つこう。これがゆっくりできる最後の時間だろうからな。少し落ち着け。前もって注意しておくが、これから謁見だ。気を緩めず真面目に受け答えするんだぞ。幼児ちゃんは今回の謁見でベロブルグの時みたいなことを繰り返さないか心配してるの？それはない。千秋同盟はそんな無礼なことをしないだろう。だが玉宇という人物は、なぜ俺たちがこのタイミングで千秋に来たのか、俺たちはどうやって性格を知ったのか、返答に気をつけなければ警戒心や敵意を持たれてしまうはずだ。やばいね。うちも彼も口がうまい方じゃないし、気を抜いたら間違ったことを言っちゃいそう。うちらは横で雰囲気を演出する係として幼児ちゃんを応援しよう。いや、案ずるより産むが易しだ。早いのですね。玉宇様が紫神宮で皆様を待っています。あんたは来ないの？私はもう報告を終えたので遠慮しておきますね。かしこまりました。被害データを軽減将軍に報告してから大牧師の人間を呼んできなさい。これほどの騒ぎ、知らないふりはさせない。
請求列車の旅人たち、ようこそ。そなたらの来はすでに帝運から聞いた。本来なら旅人と接見するのは私の職務ではない。性格の存在を知りラフに協力すると言ったと聞く。ならば当然皆さんとお会いして直接伝えるのが筋である。謝絶の言葉を。たかが性格、同盟がすでにそれを知ったのであればいずれ対処法も生じるでしょう。泉州は8000年も空をかけてきた。存亡の危機などとうに見慣れたこと。眼下の災いは凄まじい勢いであるが、私たちには解決する余力がある。よそ者の力を借りるには及ばない。皆さんは遠路はるばる来られた客人の身分、当然この事件に介入する筋合いもない。現在の状況を見ると性格の影響は完全に侵入していない。一刻も早くその位置を特定し制御すれば、侵食された空間も侵占された人も元に戻る可能性がある。俺たちはかつて性格の災いを止めた。今回も皆さんの力になるべく尋ねたまで。分かりやすく伝えたと思ったのに。これは泉州同盟の事情よ。請求列車の手を煩わせるつもりはない。敬意を示そうと私自ら皆さんと接見し、最終的な結論を伝えることにしたの。この結論が覆ることはないわ。しかし、もういいってよ。おじちゃん、同盟が自分たちで解決できるならうちらも手間が省けてよかったじゃん。もう行こう。いいえ、行かせるわけにはいかないわ。は？さすがにひどいんじゃない？ラフで性格が発見されたのはたった数日前。現在星槎界は全面的に封鎖され、誰一人離れられない状況にあるわ。ここで起きた全てのことが性格によるものだとは言い切れないでしょ。星槎界の入出記録を見た結果、数日前にシステムをハッキングし玉界門を開け、ある感染が入港したことが分かったわ。そう、つまりあなたたち請求列車のことに、そしてシステムをハッキングした人物はかなりの凄腕のようね。まるで挑発するかのようにわざわざ自分のマークを残していたわ。性格ハンターの一員、銀狼のマークをね。これについてどう説明してくれるのかしら。この謎が解けるまで天白市にいてもらうわ。よくそう怖い顔するな。銀河中に知られたら泉州同盟は客人への扱いが粗雑だと現れてしまう。将軍様、請求列車が性格ハンターと手を組むわけないだろう。ライバルなんだ。皆さんの面会を邪魔してすまない。私はラフの運気将軍ケーゲン。将軍様、これはラフ内部の事情。ふむふむ、内部の事情。私は舵取りの意見に賛成だ。悪いが列車の諸君、ラフに性格が存在するのは確かだ。諸君の行為は断らせて。これは泉州の問題、泉州自身で解決するしかない。しかしこうやって訪ねてきたのだ。手ぶらで帰らせるわけにはいかない。
性格の件は列車の協力を拒否させていただく分、別件で頼みがある。ザ、こちらへ。請求列車か。以前よりその名を聞き、朝見を抱いていた。今日この目で見ることができるとは、後人の至りだ。将軍様のご尊命はかねてより伺っていた。それで、頼み事とは。ああ、諸君でなければならないことだね。数日前、泉州の用地に飛び込んできた性格ハンターを捕まえた。名はジン。そいつを尋問するとき、大牧師、つまり泉州の情報データを推断し解析する部門だ。泉州に潜んでいたその中にカフカの通信を傍受した。そしてその時の通信対象が、諸君と性格ハンターの間柄なら私も多少耳にしたことがある。大牧師は君たちが手を組んでいると判断したが、ありえないと私は言った。列車が義にあふれし者たちである美名は銀河に広がっている。あんな雑敗と関係を持つはずもないだろう。だからその通信は性格ハンターが弄した愚かな策に違いない。性格の災いであれば泉州には解決策がある。しかし完全に沈めるには時間と運気軍の戦力が必要だ。カフカという存在が泉州に潜んでいる今、放っておくわけにはいかない。性格ハンターがわざわざ列車をラフへ誘導したのであれば渡りにくい。この将軍の身分を使って諸君が泉州で自由に行動できる権限を与えよう。姿をくらませているカフカを誘い出し、必ず捕らえてほしい。そうすれば性格ハンターに着せられた濡れ衣を晴らすことができよう。そして奴らが泉州に潜入した目的と性格との関連も明かされる。列車の諸君にとってもいい取引だと思わないかい？うん。君はどう思う？これで性格ハンターが捕まるなら、先週は諸君に借りができたのと同じ。そちらが誠意を見せたからには、ラフも誠意を持って答えねば。いいだろう。素晴らしい。では決まりだ。すぐにでも玉空に告げ、情報を共有して精鋭を回すよう伝えておく。きっと捜査に役立つ。泉州に滞在する間、天白市や運気軍の協力が必要になったら遠慮せずに行ってくれ。君のことは知っている。先週は請求列車にずっと注目してたからね。ジンはカンパニーに指名手配されているだけでなく、先週の重罪人でもある。すまないが彼の情報を提供することはできない。現在知られている性格ハンターは5名。リーダーのエリオ以外、大まかな行動はカフカが主導している。大牧師が暗号通信を捉えていなければ、もっと長く影に隠れていただろう。性格ハンターを捕まえたら私たちに渡してほしい。ああ、通常の手ならだが、大牧師には独自の方法がある。誤解しないでくれ。泉州は犯人を拷問したりしない。
一度に書く。その後はお任せ。手に入れた情報は余すことなく皆さんに共有すると約束し、ことがうまく進み時間が空いたらぜひ宇宙で見聞きした様々なことを教えてほしい。私は事務に追われて何年も遠出をしてないから。しばらく消息を絶っていた列車が再び星々をかけ軌道に戻ったと知り、誠に心が躍るよ。私は他に用事があるため先に失礼する。では、ね、軽減か。ただものではないようだな。怪しいまではいかないが、どこか違和感を覚える。そうだ、怪しいといえばわずかではあるものの、故意に陣の情報を流してきた。運気軍が性格ハンターを捕らえたというのなら、それを手がかりにカフカの居場所を特定すればよいものを、どうしてわざわざ俺たちに誘い出させるんだ。よそ者が性格の件に関わるのを避けるのに、性格ハンターのことについては寛大だ。そう、俺が思いつく理由は一つ。ジンの逮捕の真偽がどちらであれ、少なくとも今の彼は選手の手から逃れている。そして性格ハンターを誘い出せるのはカフカとつながりのある俺たちだけ。だからケーゲンは遠回しに援助を求めてきた。ジンの逃走を知られては困るからな。もしこの仮説が正しければ、俺たちは一歩事件の核心に近づいたとも言える。大木殿、私と彼らの話を聞いてただろう。君の考えは。考え？天理は明白だが人心は奥深い。あの者らの来意が吉か凶か占って差し上げましょうか。それは結構。請求列車はこのことと無関係だ。私が保証しよう。我々もその来意を深掘りする必要はない。餌で魚が釣れればそれで十分。それ私の提案でしたよね、将軍。そうそう、ウゲンドロの知恵は実に心強い。今後も頼みましたよ。ならば早く座を譲ってもらいたいものです。それはまだ早い。万が一変数が生じたら将軍の私が責任を負わねばならない。全てを手放してフゲン殿を基地にさらすわけにはいかないから。一刻も早く性格ハンターを私に渡していればこんな面倒なことにはなりませんでしたの。一体どういうおつもりで。ケーゲン、まさかわざと逃がしたのです。私がフゲン殿のように未来を占うことのできない私がかい。これは運気軍の怠慢が原因であり、私の責任だ。わかってますわ。先週の雑務に追われさぞかし疲れているのでしょう。この私が下で支えていなかったら。そういえば次の録音会議では今度こそ私を次期将軍に推薦する約束を果たしてもらいますから。はいはい、了解了解。私は別の用事があるからここで失礼する。あとは先週の厄介ごと、机の上の公文書、花壇の雑草、この三つはどう力を尽くしても綺麗にならないか。将軍、大木が将軍の座に就こうとしているのは誰もが知ってること。彼女は才能を持っているが、もっと心を磨く必要がある。
そのまっすぐな気質が磨き直された日には私も引退を考えよう。性格のことなら面倒くさいも何もない。逃げたならもう一度捕まえればいいだけの話。将軍が命ずれば僕が今にでも奴を追うけど。元凶よ、何かをなそうと焦る気持ちはよくわかる。だが今ではない。剣士の名が欲しいのだろう。下手に動いて抗戦するのは避けるべきだ。将軍は僕が。そう躍起にならないでくれ。我慢してほしい。泉州の平和を維持するのは剣術とは違う。疑問は一つ。それが解き明かされるまで棋局は今のまま維持させる。そしてその疑問こそ正確だ。どのようにして天白氏の審査と大木氏の推定を避け、どこに置かれたのか。一番手っ取り早いのは二人の性格ハンターを捕まえて大木のところに送ることなんじゃないか。この件はすでに列車の客人に託した。焦ることはない。ことの最後には君の手が必要になる。君は私が最も信頼する人物だからね。君にしか託せないことがある。よく聞いてくれ。まったく私がいけないんだ。若いのを家に閉じ込めすぎた。何かをやらかしてもおかしくない。箱の中の三尺水、いつに方々を試さん。でも今回はその揚々とした息がくじかれるだろう。